全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、外から押して17番スカーレットキング、2番手7番浦和の盾、2番手代わって16番スノーボールドラム、5番沼って方位をキープ。これを見るように外側18番インディペンデンス、各馬第1コーナーをカーブしていきます。少し差が開いて14番ネックーザ、3馬身相手12番ウニズイーグル、後ろに13番ブラックレイブ、15番見つめる真ん中あたりにつけています。内押さえて6番佐々木忠三郎、11番マジカルピュア、これから向こう上面に入ります。1番人気8番ヒューブライアン、この位置外から9番ウナギパーティ、そのうち1番タスクフローラル。 1000m の通過タイムは1分1秒4、外を抑えて2番ヤマキテイオウ、その外4番アガリ、これを見るように外側3番セイブル大吉、10番ドラゴンヤマト後方。冬の東京競馬場を駆け抜けます。ここから先頭までは10馬身以上、先頭は16番スノーボールドラン、後ろに5番ムバッテ、17番スカーレットキング後位をキープ、内側7番浦和の盾、各馬大欅の向こうを通過、外を抑えて18番インディペンデンス、少し差が開いて14番ネックーザ、3馬身相手12番ウニズイーグル。4コーナーから直線へと向きます。ここから最後の力比べ、若干リードはスノーボールドラン、スノーボールドラン頑張る、400を切って先頭スノーボールドラン、そして埋まって先頭はスノーボールドラン、埋まって内をついて追ってくる、 200m を通過した、埋まってかわして先頭に立った、埋まって伸び足がいい、埋まって後続を離していく、埋まって先頭、埋まって押し切ってゴール、勝ったのは埋まって、鞍上は岩田未来騎手、埋まってブリーダーズカップを制しました。2着スカーレットキング、3着は混戦の模様です。